はい、どうも、CTV でーす。お願いします。というわけで、はい、本日は、はい、お待ちかねのサインの出し方をやっていきたいと思います。はい、前回ですね、翔平監督に就任したということで、はいはいはい、サインの出し方っていうのをそもそも僕知らないんですよ。分かってない。選手たちに困惑させないようにサインの練習したいと思います。はい、まあサインはもちろんね、本当今適当に考えるから全然うちのチームのサインじゃないんで、うん、その勘違いしないようにしていただいて。両平ってサイン出したことある？あります。なんならついこの前、初回はめっちゃ大変でした。サインってどうやって考えるっていうか、出す時の順序っていうか、それってあんの？なんか僕はまあなんつったらいいのかな、ある程度ルーティン化して、最初こうやって触って適当に触ってるのを、適当に触ってるんだけどルーティン化させるみたいな、同じ感じで似たようなイメージやって、ただ、まあ、例えばキーがここだとしたら、もうずっとこうやって触ってるんだけど、キー触った後だけは本当に気をつけるみたいな。もうキー以外は本当にぐちゃぐちゃだけど、自分で迷わないようにキー以外は逆に全部触んない。キーがあると結構面倒くさくない？片方の手で出すんですよ。あ、片方初回になんか両手でこうやっていろいろやってたらぐちゃぐちゃになっちゃってで、両手で逆の方のキーを触ったんですよ、長ずにね、はあ、そしたらそれがそのサインだと思っちゃって。なるほどなるほど。そうっていうのもあるから、片手だけで2回以降はしようと。なるほどね。別にキーはさ、その何、回ごとに変えても別に平気でしょ？全然問題ない。チームでこうね、あれしてると。ただ、だからキー以外の場所はもう本当に統一化してるような。なるほど。だからもうアーメンじゃないけど、もうだからこうやってみたいなね。なるほど。ただキー触るときだけは本当に気をつけてやる。え、俺がちょっと聞き方と質問と今違ったから、もう一回質問していい？はい、サインを出す前のこと、頭の中で。あー、頭の中来た、これバントだな。そういうことか。そう、バントだな、バントだと思ってこう出すじゃないですか、はい、初めこうやって出すでしょ。それってさ、みんなそういう感じなんか、なんかさ、急にあ、サインだ、サインしてって、あ、サイン、サイン、サインってさ、バントだとか、なんだけど。いや、もう、うちのチーム、やっぱラガーだったら4番はまあ出さないじゃん、嫌だか、嫌だかはね、まあ、まあ出してもエンドランとか、まあなんで、ツーアウトでもまあ出しづらい、正直。ツーアウトで正直、なんかサイン出して、サインあったなって分かったら、もう盗塁とかエンドランしか限られちゃうから、どっかいじってるようにはしました。まあもうバントだったら正直分かっちゃってもいいんだけどね。まあまあ、バントならばもちろん。ちなみに俺監督兼選手なんで、はい、まあもしかしたら稀にね、試合に出ることもあるかもしれない。はいはいはい。試合に出ながら、例えばバカーン打ってランナー一塁出ました、うん、翔平ランナー一塁です、もう考えられなくねと思う。だからその時は僕は斉藤団長、うん、よく動画出てくる斉藤さん、全部任しました。なるほど。別の人に任せると。あ、まあ俺だったらキャプテンとか、うん、代表とかに頼むってことだよね。そうそう、うん、ある程度野球をある程度知ってる。なるほどなるほど。人とかに、そんなラガーズレベルで言うんですよ。なるほどね。だったら僕はチームの中で、じゃあこの中で誰が一番野球知ってるかなと思ったら団長だった。いや、まれにいるんだよ、別のチームで。ファーストサードはいいよって、セカンドは多分無理だよって。まあまあまあ、そうだね、すごいなと思う、うん、まあ多分人が集まれば、多分俺はずっとベンチでたくさん戦略考えるんですけど、俺的にやっぱさ、俺やるならしっかりしたいタイプだ、はい、だから多分横に多分ノートがあると思う、うん、ミーティングでつけたいノート、もしくはスコア書いてるかもしれない、はいはい、書きながらやってるかもしれない。で、うちのその EBC はホームランバッターがめちゃめちゃ多い、うん、長打率系が多い、なので出しづらいんだよねでも出すのが重要になってくるよねっていう。そう、それとやっぱりこれからこう何、連盟とかで上に行くにはやっぱりそういうのやっていかないといけない。まあ、バントが100とか、そう、バントが100とかエンドランが100とかでいうわけではないけれども、少しずつやっぱりね、ちょうど中に小技を入れていかないと。そうそう、そこがすごい難しくて、うん、まだその選手に対してね、どういう選手だって分かってないから、はいはいはい、とりあえずみんなにエンドラン出したんです、この間。しかも全員決めたんですよ。全員決める、もしくはちょっと相手のミスとかでこうセーフになってみたいな、まあ、ちゃんと逆方向で転がすとか。そう、ちゃんと転がせる。だから、あ、何でもできんなと。まあ盗塁はまあちょっと考えようかもしれないですけど、まあ そうですね、そこはまあ俺も気持ち上がるから、盗塁さえ出ない、俺より速い人は走ってもらおうかなって。大体走らされるまあそうとか、まあちょっとそれいう風にサイン出す練習をしていきたいなと思うんですよ、はい、なんか適当にキー決めます。なんか俺の場合、キーの次のやつがサインっていうことがありました。あと中学の時はサインのキーから2個目みたいな、うん、2個目みたいな感じがあった。だからあとはもう回に応じてキーを、あ、今日は1個目ね、はいはい、2個目ねとか、キー変えたりとかするチームもあったし、
耳にしよう。キー耳で、右手の耳にしようか。はいはいはい。キーが右耳、盗塁、バント、エンドラン、ネクストでやる。あ、そうそうそう。そう。一個目で、キーなどね。はいはい。行くよ、まず行くよ。それで、何も出てないね。正解。なぜなら、左手だから。そう。そう。こうやったらあからさまに不自然だよ。そう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 。そう、それがあってさっき言った、全部片方の手にしたっていう。なるほどなるほど。でも俺もう混ぜたいなと思って。あ、耳触ってねえ、あいつ。と思われてもあれだし、例えば、うん、はい、行くよ、次行くよ。どれ？おお、すごい、すごくない？いや、俺サイン出ること多いから。あ、そうか。いや、すごいね。でも出すのどう？いや、全然違和感ないよ。嘘。ただ、一個一個が強いなって。そう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 、そう、一個が強い。そうやって考えるとラガーズの監督はマジスムーズに出すから。そう、そのスムーズ感を俺今求めてる、うん、前もこうやってバレ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 やったから、いや、むずいでしょって。だからさっき言った通り、ここをルーティン化してたもん。あー、なるほどね。じゃあ行くよ、次行くよ。バント、すごいね。ただ左手やめた瞬間全部右手になったから、うん、混ぜたいって言うんだったらもうこういう風にやってった方がいい。そういうことね。おいおいないないない。まあまあそれはありだけど。今のセイあるバンドでしょ。違うよだって三沢の 両手じゃん。両手違うよ。これはなしなんですよ。右手のやつでしょ。両手でじゃないか。右手も触ってた後にこうやってこういってたからリップクリーム塗ってんじゃねえよ。じゃあ難しいね、やっぱ。頭ポンいっちゃってんじゃん。いきなり。そうだ、初っ端だから。取れ。原監督。サインじゃねえよ、サイン。結果論でそれは。リクエスト要求してんじゃねえよ。多分選手で選手、あ、選手ね、選手であまりサイン出てなかったじゃないですか、うん、多分あの高校現役含めて。まあ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 。でなると苦労してるよ。出される方の気持ちがあんまりよく分かってないから。分かってない。で出される方は大体ここでこれ来るんだろうなって分かってるから、うん、多分それでサインが分かるのもあると思うんですよね、まあまあ、でその分しっかりとサイン勉強しとかなきゃいけないっていうのもあるし、まあ今はまだちょっと入ったばっかなんで、うん、あのみんなで分担してるんですけど、まあおいおい多分僕がメイン出すと思うんで、はい、その辺はちょっと今この状態ですよっていうのをちょっと見といてもらって、ね、ぎこちないなって、一個が強えなみたいな、多分慣れていけばいいなと。まあそこ多分僕欠けてるとこなんで、今ないとこなんで、それができればもっとレベルアップすると思うんで、ね、まあ、野球に携わる歴は長くなるしね。しかもそれができれば。そうそうそう、そうなんですよ。うちの監督だってね、今50何歳よって話だしね。すごいよなっていう感じでね、はい、はい、今後ともね、よろしくお願いします。お願いします。まあショーヘイズも普段ノーサインだよね、基本ね。楽しくやってますけど、まあね、盗塁しろーしかないから。でまあ仲良く楽しくショーヘイズもやってますので、よかったらショーヘイズの、参加もよろしくお願いします。お願いします、インスタグラムショーヘイ TV 新しくなってますので、チェックもよろしくお願いします、はい、目指せ1000人ということで、はい、ちまちま行きましょう。というわけで、本日はショーヘイサインの練習しました。はい、この動画が来ればチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。なんかアドバイスがあったらぜひともよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。